邪魔だお疲れ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 。芋臭い女子大生みたいなってんだけど気持ち悪い。男子高校生のみんなは絶対のテンペストの考えで髪の毛の横にピンをつけるのは絶対やめた方がいいよ。大学生の痛いストーリーシリーズに載せられるかって。ストーリーあげてもないのに、ね、お前の人生そのままがストーリーだっつって。待って。ほんと最近すいませんね皆さん、この俺音がさ左右で近くて、なんか最近7億の動画が全て音波攻撃でバカでのアニメーターからの攻撃かしらみたいな感じで思っちゃいましたみたいな感じのコメントがあったんだけど、なかったんだけどね。マイクトラベルのせいで、トラベルな。でそのマイクトラベルのせいで、マイクトラベルって分かったな、もうええわトラベルで、コロナ禍で日本もできねえしな、何もう適当じゃないで。マイクトラベルのせいでなんか左右で音が違って、すごいきつい動画見てる時にさちょっと違和感があるってさ、なんか直す価値がないように見えて、一番やっちゃいけないことだと思ってるのが YouTuber 魂ですね。もう2週間ぐらいやり続けていただいた方が音波攻撃をね、なんかマイク変えたら直ったかと思ったらまたなったみたいな感じで、よくわかんない時間が続きましてみたいな感じで、これもしかしたらこれでさ音波攻撃が直ってなかったら、これマイクじゃなくて時間だけで問題があることだと思ってるからさ、これ時間で押さなくちゃいけない時期になるわけよね。またなら10万20万ぐらいするデジカメだから、時間だけだから分かってさみたいな感じで、この引っ越しのシリーズにね、この話みんな絶対興味ないでしょ。ということで何が言いたいかと言いますと、その引っ越しに金がかかりすぎて問題にね、長尾くん引っ越しが下手すぎて、ずっと俺が佐久間って言い間違えてた、あの佐久間の方にね、僕が引っ越しが断られたせいで、なんかすごいいっぱい物を大量してることになったんだけど、もう全て押せることになったのね。それで不要品回収ですんごい高いんだよな。もう引っ越し業者の何倍金がかかるわけよね。全部ここら辺の燃やしてください、棚からタンスまで全部燃やしてください、持ってきないのでみたいな感じで言ったらさ、本当にもうザブンザブン捨てられて、あの不要品回収の見積もりしばどれくらい何円くらいですかって聞いたら、もうどういうものぐらいの金額で、あ、不要品回収の人もちょっと僕のことでやっぱり大学生から舐めてるわけよね。不要品回収が何するかも分からずに、こんななんか捨ててくださいなんて命令してきやがってみたいな感じで、どうせ見積もりしてドキモクとこのバカ大学生かみたいな感じで顔的にからプッチーンできちゃって、リンドウみたいな感じでプッチーンできちゃって、この見積もり書を見せられた瞬間に、牽制じゃないけど、じゃあ僕はあのお金下ろしてきまして、その見積もりちゃんの3倍の額を金を下ろしてきて、これくらい下ろしてきたんですけど足りますかって喧嘩をしてきて、あ、全然足りますみたいな感じで、ご職業は何ですかって聞かれて、ご職業はい、親のすね家事ですって言ったよね。この辺にあるやつも全部してくださいって言ったらせるのもね、結構捨ててはいけないものも結構捨てられたのね。まあ言ってしまえば前回の家の鍵みたいなものもなんか捨てられちゃって、ごめんなさいねみたいな感じで、それでまた不動産とトラブってみたいな感じで、まあ、全部僕が悪いんで、で、そのね、不用品会社の方がどんどん捨ててさ、そのちょっと、ね、机を持ち上げたりしたら本当にゴミみたいなブラーって広がるわけよね。その中になんと僕ね、これが入ってて、リスナー様からのプレゼントね、不用品会社の人もびっくりするよね。タンスひっくり返したなと思ったらこれが出てくるの。しかもお前は今回もらったものをタンスを下敷きにしてんのかっていう意見ありがとうございますね。大切に保管しています。不用品会社の人がね、どんどんね、家の鍵とか僕に捨ててはいけないのに、僕にちょっと家の鍵とか捨ててるのに、これだけは僕ね、待って、捨てば捨てないでって言ったんだからね。あ、お前だ、お前は2021年のプレゼントか、これそれを僕と大切に保管してるの、かわいいな、ウィンク。ということで、今回はそんな引っ越しが下手すぎるとか、さらにこの家に来まして、不用品回収で全てを済ましたってことはないかと思いますと、そう、新居に物は何もないってことでね、本当に大量に物を買ってきましたっていうことで、まずはお前はさ、引っ越しに何百万円かけんの、お前はって、もうこれ、本当に大きい声で言えないんだけど、最近家族が見てるっていうかね、あんまり言いたくないんだけど、本当にアーバーディサーチの ID です。家具じゃないんだと思ったでしょ、家具じゃないんです。なぜかというと、僕は服を全て燃やしました。で、こっちに持ってくることはできなかったからね、そんなことあると思う。ハルチオのスーツと、ヤシマ作戦の赤い服ぐらいなんで、僕この家を持ってきたのがね、それ以外全部燃やしたので、パジャマもないみたいな状態なので、あ、その前にさ、なんか僕の家具の話でいいですか。購入品の動画でも家具とかを見せたかったんだけど、その家具が届くのが全然先だな。家具って本当にみんな計画的に頼んだ方がいいよ。引っ越した後に家具とか買っちゃったら、その家具って到着するのが1週間後とか2週間後とかになるわけよね。そうしたら本当に1週間とか2週間とかもう何もない平地の部屋でなんか敷布団だけ買って1週間2週間過ごすことになりますからね。ご利用は計画的にっていう感じなんですけども、でその家具なんですけどね、なんで僕がそんなさ前回の引っ越しで不用品貸しに金額は具体的に言いませんけども、そんなに金をかけてしまったかと言いますと、物に対して愛着がなかったんです。家具どころじゃない、家そのものにも本当に愛着がなかった。家賃はお父様が払ってたでしょ、で家具も全部安い2ドルとか1件だったから、買い替えれば別にいいやろうが、そんな出費でもなかったんだしみたいな感じの気持ちがあったから、ああいうなんか適当なことになっちゃうわけよね。不用品回収とかさ、そもそもだけど綺麗に使ったりしなかったりね、買ったのに使わないみたいな感じになってくるわけよね。そういうもったいないことがあるからこそね、高いものを買おうって決めたの。今度は僕は家具を大切に使うためにもう20万以下の家具は買わないって僕決めたんだよ。それで僕は意を決して、家具はニトリとかじゃない、アクメファニチャーっていうね、芸能人御用達の家具屋に行ってね、アクメって言葉を聞いた瞬間に違う意味を指したあなたは帰ってください。うん、まっ、何やねんよね、ビールって。それで僕、アクメファンデチャーでなんかソファーを買おうとしたんだよ。違うなって話の順序を変えたらな。違うわ、その前に俺、ヨドバシにいたんだわ。ヨドバシに行って、もうまずは洗濯機、シャンシャン神器が必要だと思ってね。冷蔵庫と洗濯機を買おうとしたんだけど、その洗濯機ね、なんか30万くらいですね。知ってたの？キュービックだっけ？キューブルだっけ？なんかわかんないけど、なんか長方形のね、すごいスタイリッシュだね。もう本当に梅原雄一とか使えますみたいな感じの洗濯機があるわけよね。本当にただ長方形の、もう本当に冷蔵庫みたいな洗濯機があるわけよ。全然例えがうまくないんだけど。なんで洗濯機を冷蔵庫に例えてスタイリッシュだと思ったの？
良くないから、シェアとか、ね、30万ぐらいしたわけですよ、そのスタイリッシュな洗濯機がね。安い家電を買ったらまた適当に使ってしまうから、高い安買おうぜと思ったの、この洗濯機を買おうと思ったんだけどね、うん、脳内にいる悪魔の七尾くんと天使の七尾くんが支えるわけでいいから、だから天使がまず支えてきたわけだね。七尾くん、そんな30万の高いもの買う必要はないよ、あなた。あなたは前回の思い出しなさい。あなたは洗濯もろくにしなかったじゃないの。そんな洗濯もろくにしないくせに、なんか30万もするね、海原雄一郎になれると勘違いして洗濯機を買うことは過ちです。特に何、天使の七尾くんが脳内でつぶやくわけですよね。でも悪魔の七尾くんが放りるわけよね。勝ち前だよ、七尾くん。30万の洗濯機を買えばお前も洗濯するかもしれねえぜみたいな感じで、まさかの脳内の天使と悪魔で、悪魔の方が清潔っていうね。やはり悪魔は天使にかなわず、悪魔が清潔な悪魔は除去されまして、天使が勝っちゃったから、30万の洗濯機なんていらねえよ。お前は洗濯しないんだから。僕、それ僕も洗濯機を4万ぐらいの大学1年生が買うような洗濯機を買ってしまったら、ちょっと見せるか。せめてなんか YouTuber らしくね、なんかドラム式洗濯機しようかと思ったんだけど、それもね、いらねえで、しゃらくせえなと思って洗濯しないんだから。僕のこの風呂はね、24時間強制的に換気の機能がついてて、ね、ずっとこのブーンってなるのね。で、この24時間の換気止めちゃいけないんだって、なんかすごい電気代が無駄遣いになってるけど、料理しないくせにちょっとデカめの冷蔵庫買わせていただきました。酒しかないんだけど、なんでこの冷蔵庫買ったお前っていう気ありがとうございますね。1個かけて洗濯機を4万円にしてしまったせいで、全てが崩れたっていうから、4万円買っちゃったんだから、もう20万の家具なんて買う必要もなくなったかみたいな感じで、全部僕ニトリで買い取れちゃったのね。だから唯一高いのと言ったら、その例のアクメファリちゃんね、アクメで違う方のアクメを想像しちゃった方は早急にピクシブに帰ってください。そこのアクメファニチャーでなんか33万ぐらいですね、ソファーを買わせていただきまして、それだけ僕ん家の高い家具のね。私のラフォーで言ってもなんか服に興味がない芸人からしたら、服の値段って意味わかんないじゃん。一着なんか3万4万とか本当に意味わかんない。服に関しては俺本当に5000円でも高いなと思っちゃうぐらいなのにね。家具とかだったら33万とかさ、で余裕で払うのにさ、それくらい俺服に興味がないんだけどね。こんな僕のこのね、アーバンリサーチの ID、 このねラフォーで3回だったんだけどね、服に興味ない僕もなんかちょっとビビってくるね。個性的でありつつシックであり続けるみたいな感じでちょうどいいよね。値段もそんなバカ高くないよね。だから僕はこの店を行きつけなさいと思って。まずこちらですね、中年のおばさんの登山家ですかみたいな感じの服。こちらまた登山家かと思ったかもしれませんよ。これをこう着て、これだけですごいイケてるというか、一癖ありながらも街に溶け込めて、ちょっと一着なのになんか上級者的空間出てこない。この上にさっきの登山家の服をかぶってるんですね。どう、あれ待って、なんかカメラ越しに見たら結構戦場カメラマンだな。下の服に買ってきました、こちらのなんかペラペラで、これにさらに、いや、おじいちゃんの膝なんだけど、家がでかくなったからすごいカメラの置き場所に困らない。思ったよりもなんか天井カメラまで少し今泣いています。画面の向こうでみんなが苦笑いしてるのがちょっと伝わってきます。西海岸っていう古着屋ですね。大学時代なんか授業隣になった男子生徒とかがね、なんかこの前俺区会に西海岸行ったんだけどとか話してて、あなたは福岡に行くためにサンフランシスコに行ったんですかみたいな、で、滑稽な気もですねみたいな感じで思ったんだけどね。服に着られてるっていう言葉はよく聞きますけども、服に飛びさせられてるっていうのは新鮮でございますねっていう感じだったので、まさかのこれ古着屋の名前だったんですね。お恥ずかしい。で、西海岸でこのサンフランシスコの話だと思ってやる。で、こちら僕は厚手のカーディガンが欲しくって、なんで厚手のカーディガンが欲しかったかと言いますね。一回村田さんが僕の動画に出た時に、村田さんが着てるカーディガンが可愛くて、村田さんおしゃれっていうコメント欄が振り返りやがって、なんかもうクッソだと思って買わせていただきました。それで僕も村田さんになりたいと思います。で、こちらコーディロイっぽいシャツですね。これすごく好きなんです。なんかザ古着っていうか、ね、古着に行けばこれを買うみたいな古着なんだけどね。やっぱり人間又吉さんの小説を飲んだらなんかコーディロイルちょっとこれでちょっと下北でも歩こうかしらって感じの。最近僕緑の服がすごい好きで、ここだけ見て僕買ったんだけど、なんと表になんかこのなんか刺繍みたいな感じで、なんか思ったよりも占い師のババアだなみたいな感じのクソになったらちょっとびっくりしたんだけどね。これ着てたらちょっとみんなびっくりしちゃう。急に占い始めますみたいな感じで、でもね、よく見たら結構男っぽい刺繍なんだけど、遠目に見たらちょっと結婚詐欺師のババアだよね。あー、なんかご家庭の洗剤の匂いがする。黄色いパンツですね。なんか僕ね、派手なパンツが大好きっていうかね、なんか柄型がダメっていうのが既存の鉄則みたいなパンじゃないですか。上は柄物で下は普通にシックみたいな感じのファッションすると思うんですけど、僕逆が好きなの。上が落ち着いてて下半身が派手みたいな、下半身が派手ってすごい卑猥な表現。西野七瀬がノンモデルだった時に、そのノンノン雑誌でね、なんか白シャツに深緑のロングスカートみたいなパンツを着てるファッションがある。俺そのファッションが僕女性のファッションが一番好きなのね。それを参考にしてるわけでは全然ないんだけどね、下半身で攻めて上で抑えるみたいなファッションが大好きなの。買わせていただきましたね。ごめんね、なんかカリスマみたいなことで。サンフランシスコはこれで最後。渋谷のね、スカイカも結構おすすめだった。なんか古着屋ってさ、なんか古着のくせになんか一着4万とかするからじゃん。古着とはみたいな感じの店あるよくあるじゃないですか。西海岸はなんかちゃんと安いですよ。鍋買ってきましたー。世界がバイオハザードの世界なんだから、フライパンで戦いたいっていう夢が昔からあったから、一番に武器として買わせていただきました。ゾンビだー。綺麗に行きたいと思います、この世界。星が降る夜で、バカみたいに大量にハンガーを壊していただきました。僕前回の家のハンガーは全て燃やし尽くしたのでね、本当に皆さん引っ越して慎重にやってくださいね。バカみたいなハンガーをまた買い直すことになりますからね。
バッタよね。絶対バッタよ。後半シーン。僕 SDGs をね、対戦してる人間ですから、ずっとなんか割り箸で食事してるってことすごい嫌いなので、僕このまな板全然欲しくなかったんですよ。YouTuber ってやっぱり1個くらいこれ持っとかないとやかんべみたいな感じ。2022年の目標は動くなのでね。2021年は本当にもうフリートク系 YouTuber だったら、もうただくっちゃべてるだけ金を稼いでる系 YouTuber だったらね、少しね、少しちょっと動いてみたいというかね、なんか食べてみたりね、みたいな。食べるもう動きの中の一員なんだみたいな感じで、どんだけ動くの目標低いのみたいな感じ。お皿と米とデカめの。前回の家の反省なんだけど、前回の家で僕に大学に入ったところで、なんかお友達がもしかしているかもしれないと思ってね。で、お友達は僕の家に招待するかもしれないみたいな感じで、バカみたいな夢を抱いてましたからさ、食器は全部俺2組ずつ買ったのね。で、見事になんか友達が5年間できるっていうか、まあ、作る気もなかったんだけどさ、多分本当に食器買った時に、あー、2組買っといてよかったみたいな感じのさ、だからそれから引っ越しを考えてる貧乏大学生の方だから、友達が来ることを予想して食器を同じやつを 2個ずつ買っていく必要は多分ないと思います。そんなに友達は来ません。友達が来たらちょっとデカめの皿に、ね、なんかポテチを予想みたいで終わりますから、その日必要なものをその日完結ぐらいの気持ちでね、買っていった方がもしかしたら節約になるかもしれませんよ。こんなもんかな。東京で今本当に引っ越しがうまくできずに激動の生活を送っていますね。マジでウーバーワールド、あの歌の権利を起こせと思うぐらいの激動の人生を送ってますからね。ここになんかすごい窓があるんだけど、ね、カーテンないの。なんかすごい僕喋ってる言葉もしかしたらすごい見られてるかもしれないのね。こんにちは、 YouTuber です。見たいんじゃねえ。こんな生活を送っていますので、みんなも新生活苦しいと思いますけども、ぜひとも頑張ろうね。あと1、2本京都の動画がありますのでね、また京都の7分が少しは見れると思いますよね。京都バージョンの応援も皆さんよろしく、応援よろしくお願いします。あとライブオートネコ3税決定いたしました。皆さんのおかげですごい売れています。本当にありがとうございます。ライブオートネコの応援もぜひともよろしくお願いします。はい、皆さんのコメントもよくありますけど、ライブオートネコを読んだ後と読む前じゃ僕の動画のイメージがすごく変わるっていう気がすごいありますので、僕の動画もね、もしかしたらライブオートネコを読むことによって新しい見方でもしかしたらできるかもしれないっていう楽しみがあるかもしれませんので、ね、皆さん、ライブオートネコもよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、きっと TikTok に切り抜きしてから世界観だと思います。誰が感動のライブに78章でライブオートネコを絶賛予約中です。Amazon チェックしてね。7個しかついた Instagram は、ユニクロのセルフレジの機能すごすぎ。それではまた来週見てくださいね。じゃんけんぽん。ふふふふふ。